中倒れてる背中に突き刺さるほど身が立ちまみれ知らない人かに叩き絶するかもしれない。僕が落ち着いて今日の謎を仕方えてみそうかと笑うと妻はうつ伏せのまま満足そうにぐるぐると笑ってた。家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。明日はどんな死に方しているのか予想すら出てない。ある日は頭に矢が刺されたりグングルで銃が耐えたり何個の気分に走んでた時はどじめようかと思った。あと片付けも結構大変で床の血のりを上がったり矢が刺さったまま晩ご飯作るのは完璧してほしい。家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。ちょっと寝ると調子によく行かなくてるだけするで。結婚前は忙しくても彼女に会うだけで楽しかった。徹夜で車でもなくとかして海に見たりしたのに。婚直後初めて部下を持ち仕事がとても楽しくなった。家で一人で待つ妻の気持ちを考えていなかった。家に帰ると妻が必ず死んだふりをしてるのはあの頃の二人に戻りたいからか僕にはわからない。家に帰った僕を待てる妻も延期に行こうとか僕ら二人の愛の形ならばそれとそれで足りたの。家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。今日はどんな死に方しているのか期待して待て。